今から400年前、大阪では日本の歴史を決定づける大きな戦がありました1614年の大阪冬の陣と翌15年の夏の陣にまつわる知識を競う初めての歴史検定大阪の陣歴史検定を NBS が5月に開催しますおはようございます、柏木博之です大阪城に来ております 1614年の大阪冬の陣、1615年の大阪夏の陣から400年の去年と今年各地で様々な催し物が行われています MBS でも大阪の陣400年プロジェクトの参加事業として大阪の陣歴史検定を5月31日に実施することになっています近年分かってきた新たな事実を交え 大阪冬の陣と夏の陣に関する知識を競う初めての歴史検定ですエンベースの放送エリアには、えー、古墳や遺跡、えー、神社、仏閣、えー、城など歴史にまつわるものが身近にま数多く、えー、ありますこういったものの、えー、歴史を、えー、知ることは今を、えー、ま理解することにもつながると考えております そして今年大阪の陣から400年ということもありましてこの大阪の陣というのは大阪の歴史の中でかなり大きな象徴するような出来事であったということで今年初めて歴史検定を実施することになりました。 実は私歴史が大好きでございましてこの歴史検定のスタッフの一人として働いております、はい、で今日はですね監修をお願いした大阪城天守閣の館長にお会いしにお邪魔しました、はい、この大阪の冬の陣夏の陣、はい、いわゆる大阪の陣というものの、はい、歴史的な位置づけを教えてください。はい あの従来は慶長5年の関原の合戦に勝利した徳川家康が征夷大将棋になって幕府を開いたはい、はい、今日から江戸時代だというふうに言われてきたんですけれども、えー、え実際は えー、家康の征夷大将軍就任というのはそれほど、えー、大きな出来事ではなくて<お>家康が征夷大将軍になろうと、えー、秀頼はさらにそれよりも格上の関白になる可能性をずっと秘めた存在だったんですね。うんえー、ですから決してその、えー、江戸時代になっていない。 うんえー、豊臣家というのはもっともっと大きな存在でこれまでは関ヶ原の合戦が天下分け目と言われてきましたけど、うん、事実上この大阪の陣というのが、えー、天下分け目の戦いであったそういうふうに認識すべきだと思っています大阪の陣が、はい、でもし徳川が勝ってなかったら、はい、江戸時代なかったかも分からない、はい、そうですね、はい、ということですか、はい、まあそんなことがだんだん分かってきた中での大阪の陣歴史検定なんですが、はい、この検定の持つ意義を 教えてください、はいえー、今言いましたようにやはり大阪の陣という戦いの意味が、えー、従来言われてきたことは全く変わってきておりますので、まあ、この機会にその大阪の陣という戦いがいかなるものであったのか秀吉死後の豊臣家というのがいかなる存在であったのか、えー、徳川家との関係がどういうものであったのか、まあ、この検討を通してですね、えー、深く認識していただければ大変意味のある事業になるんじゃないかなと期待してるんですけれど。はい ありがとうございます要するに大阪だけの問題じゃないそうです、ね、日本史全体の問題である、はい、ということですね。はいありがとうございました <laughs> 大阪の陣歴史検定の実施方法につきましては後ほどお伝えするとしましてえ今日はね、テレビをご覧の皆様に歴史検定の模擬テスト3つの問題にチャレンジしていただこうと思います。ままず第一問は天皇にありますチャウス山 こここから出題ですこの茶臼山は1614年大阪冬の陣の時に徳川家康が本陣を置いた場所と言われております。で一方翌年の1615年大阪夏の陣の時には反対に豊臣方のある武将がここに陣を置きました。その武将とは一体誰でしょう1番番真田幸村2番 毛利勝永、三番、後藤又兵衛。答えはこちらに出ています。六文銭というと、正解は一番の真田幸村だったんですね。夏の陣で、真田幸村は家康の陣に突撃をします。そして、家康の陣は大混乱をして、家康。自害しようかなんて。 考えたそうですよそれではここで第2問です家康を追い詰めた雪村はあと一歩のところまで迫るんですが思いを遂げることはできませんでしたそしてその後討ち死にをするんですがその真田雪村が討ち死にをした場所はどこだったでしょう1番この茶臼山のそばにある一神寺2番 やはりこのそばにある安安神神社社番、番大阪城正解は2番のここ、安井神社です結局家康の首を取れなかった疲れ切った雪村はまあ諸説あるんですけれどもこの境内のこの一本松のところで休んでいて 徳川方の兵隊に見つかり撃ち取られたということですこの境内には雪村が最後に水を飲んだ井戸も残されているんですよ雪村が死んだ後大阪城は落城し豊臣家は滅びます天守閣は炎上し怪人に帰しますがでは残った石垣はその後どうなったでしょうか1番徳川家の命により完全に破壊された2番 で埋められその上にもう一度新たな石垣と天守閣が作られた三番石垣はそのまま利用され新たな天守閣が建てられた正解は二番です豊臣大阪城の石垣は実は土で埋められているんです今私たちが目にする大阪城の石垣はその上に 江戸時代になって作られたものなんですねさあそしてこちらここから豊臣大阪城時代の焼けた石垣が発見されたんです下に降りると見えてきましたこれが豊臣時代の大阪城の石垣なんです江戸時代に作られた石垣がきっちり直線的に切った石を組んであるのに対してこちらは自然の石を積み上げた 安土桃山時代の特徴がはっきりわかりますね今日の模擬テスト結果いかがでしたかね。大阪の陣歴史検定で歴史を学びそして当時に思いを馳せるっていうのも面白いと思うんですがね皆さんは正解されましたでしょうかこの大阪の陣歴史検定は5月31日に 大阪と東京で三級と二級の試験が行われます。公式テキストとして、こちらの決定版大阪の陣。歴史検定公式ガイドブックが全国の書店で販売されています。受験の申し込みは4月30日締め切りとなっています。詳しくは大阪の陣歴史検定の公式サイトをご覧ください。いざ参戦大阪の陣歴史検定。 400年前徳川豊臣最後の戦い大阪の陣に関する知識を競います5月31日開催詳しくは大阪の陣歴史検定公式サイトで